わかる。変わる。岡山市。桃の畑をもっとリアルに感じてもらえるような施設にしていきたいですね。地元産のものにこだわって作っていきたいなと。岡山市内にこう海が見えてこういうロケーションでっていうのがやっぱないじゃないですか。地域の縁側にしていきたいと思います。